NLM シティホッパー431便墜落事故は1981年10月6日にオランダで発生した航空事故であるロッテルダム空港からハンブルク空港へ向かっていた NLM シティホッパー431便が飛行中に激しい乱気流に遭遇し空中分解した乗員乗客17人全員が死亡したこの事故は フォッカー F-28 から4000で発生した初めての全損事故および死亡事故である。1981年5月に撮影された事故機事故機のフォッカー F-28 から4000は1979年に製造番号1141として製造された。総飛行時間は4485時間で5997サイクルの経験があった。 セット16時20分、パイロットたちは離陸前ブリーフィングの最中、ロッテルダム空港の南に雷雨と乱気流があることを知らされた。運転は1200フィートで、風は南南西から15から25ノットの強さで、指定は5キロメートルだった。セット17時4分、431便はロッテルダム空港を離陸した。17時9分、 気象レーダーに激しい雷雨が表示されていたため、パイロットは、震度の変更許可を管制官に求めた。431便の墜落現場17時12分、431便は、竜巻に遭遇した。この竜巻は、ゼーラント州に、多大な被害をもたらしたものであった。激しい乱気流により、機体にはプラス6 8ムからマイナス3 2ムの負荷がかかり、 右主翼が脱落した。F-28 では最大プラス4ムまでの負荷しか想定されていなかった。機体は3000フィートからスピンしながら地面に激突した。墜落現場はムールデーク郊外にあるロイヤルダッチシェルの石油プラントから400メートル地点だった。搭乗者17人は全員死亡した。事故現場で救助に当たった消防士のうち1人が 心臓発作により死亡した。犠牲者の葬儀オランダの事故調査委員会が調査を行った。高度計のデータには、竜巻に遭遇した時431便が急上昇したと記録されていた。調査から、この急上昇は竜巻により圧力が変化したためだと判明した。ありがとうございます。